にちは、浜根先生です。今日は iPad 専用アプリ Procreate を使って可愛いアニメーションの描き方の動画です。このデザインは以前アナログ手書きで描いた7月のデザインです。この動画を見れば Procreate のアニメーションアシスト機能を使うことができます。10個のジュライという文字のデザインが完成しています。レイヤーを見てみましょう。青いレイヤー、ピンクのレイヤー、黄色のレイヤーです。プロクリエイトの工具のマークの中のアニメーションアシストを押して作ります。これは後でやりますよ。まず、色分けしたレイヤーをグループ化します。グループ化の方法は、一つのレイヤーを選択して、あとを右に移動すると色が変わってグループ化を押すと、この3枚のレイヤーが1枚に収まります。グループ化したものを複製します。複製があるので複製をします。もう一つ増やします。1個増やして4枚にします。すべてのアニメーションを4つの動かし方によって作ります。グループに名前を付けます。名前を変更で簡単に数字の4にします。次のグループの名前は3です。次のグループの名前は2です。最後は1です。今、1というグループ化されたレイヤーが出ています。グループ化されてもこの中のレイヤーをいじることはできます。これの1つ目のデザインをアニメーション化します。マークのところを押してフリーハンドを選びます。この一つ目のものだけを指定します。輪っかがつながったら矢印を押します。そうするとここだけ指定されています。そしてこれを少し左に傾けます。2のレイヤーでも同じことをします。今度は右に傾けます。3は左に傾けます。4は右です。すべてのレイヤーを表示して、アニメーション機能でこの部分を見てみましょう。工具を押してアニメーションアシストをします。そうすると下に4つのレイヤーが出てきます。再生ボタンを押してみましょう。チャカチャカ動いてますね。今のチャカチャカしすぎですから、設定を押して1秒ごとのフレーム、今15のようなので、4にしてみましょう。再生します。そうすると、可愛らしく動いてますよね。もう少し作り込んでみます。アシスト機能をやめて、さっきのレイヤーに戻ります。レイヤーの2と4で、このジュライという文字を赤にしましょう。まず、レイヤー2です。レイヤー2の中の青いレイヤーだけを取り出します。あらかじめ使う色をこのようにパレットに用意しています。ここで赤を選びます。青が指定されているところに赤を投げ込みます。青い文字が赤くなりました。レイヤー4でも同じことをやります。青いレイヤーを選んで赤を投げ込む。続いては周りのこの赤の丸と青の丸を代わり番号出てくるようにします。一つ目のレイヤーは、青い文字と赤い点にしたいので、この青い星を消します。青のレイヤーを選んで、消しゴムツールで青の星を消します。3番目のレイヤー、青いレイヤーも消しゴムをかけて、消します。次は2番目の赤いレイヤーの星を消します。4番目の赤い星を消します。それではまたアニメーションを見てみましょう。ちょっとすっきりできましたね。次は、この鉛筆で文字を書くというのを4コマのアニメーションにします。1のレイヤーだけ表示します。
その中の赤い文字をまず見ます。消しゴムで文字の4分の3を消します。この U の途中まで消すことにします。1のレア全部を表示して、このフリーハンドのツールで鉛筆を指定して、矢印で動かせるようにして、ここにくっつけます。書いてる途中というところですよね。鉛筆も少し角度を変えましょう。次に2つ目のレイヤーをいじります。まず赤い文字をいじりましょう。さっきは U の途中まででしたが、次は L の途中までにしましょう。そして、この文字自体も少し動きを出します。鉛筆だけ動いてるとちょっと不自然になってしまうんですよね。次に2のレイヤー全部を選択して、鉛筆を指定します。そして書き終わりのところに移動します。鉛筆の角度も変えましょう。次は3番目のレイヤーです。Y の途中までにしてみましょう。文字も少し動かします。レイヤー3で鉛筆を動かしましょう。最後にレイヤー4です。レイヤー4はすでにこれで完成でいいと思うので、この文字と鉛筆両方を少し動かしておきます。それではこの2つ目のアニメーション全部表示して、アニメーションアシストを使って見てみましょう。こんな感じで、まあ自然にできていますよね。動きが大きいのが気になる方は、1コマの動かし方を小さくします。アニメーションアシストをやめて続きをやりましょう。こちらは少し今までと違うやり方で行います。1コマ目はこれで OK です。2コマ目はこれの色の配置を変えたいと思います。まず青いレイヤーを選択して、を赤にしましょう。黄色だったところを青にしましょう。色が一個ずつずれていったわけですね。次のレイヤー3はまた一つずつずらします。最初に青だったところは黄色になります。最初に赤だったところは青になります。最初に黄色だったところは今度は赤です。ちょっとややこしくなりますよね。レイヤー4つ目は最初の通りで OK です。それでは今やった文字も見てみましょう。華やか、賑やかになりましたね。ここから少し再生速度を上げてご説明します。旗のレイヤー2をいじります。レイヤー1はそのままです。レイヤー2の青い旗の端っこの方を消しゴムで消します。そして青で旗の形を変えるわけですね。右の端っこの方の形を変えています。こういうところは結構アナログ的なやり方でやっています。はみ出したところは消しゴムツールを使ってうまくつなげます。続いてはレイヤー2の赤です。レイヤー1の赤の形と変えていますので変えた部分をまず消しゴムで消します。そして先ほど書いた青の形に沿って赤の色を入れていくわけですね。ですから色のパレットを作っておくのはすごく重要なことです。そしてレイヤー2の全体の位置も少し動かします。続きましてレイヤー4をいじります。今と全く同じことをします。5つ目はこちらです。まず赤い丸があったんですけど、これを消しゴムで消して、何も塗られていなかったところに白を塗ることによって目立たせています。これはレイヤー1ですね。レイヤー1を少し小さくしました。
レイヤーにはいじらずに、レイヤー3を今のレイヤー1と同じようにします。赤い丸を消して、塗られていないところを白で塗ります。これなかなか頭使うんですよね。4コマのアニメーションというのは考えたこともなかったんですが、いろいろピンタレストなどを見て参考にして作っています。レイヤー1と3を動かすことによってアニメーションを作りました。6つ目のデザインは、ジュライと引き換えように書いてあります。レイヤー1は J だけ残します。2色使っているので、2つのレイヤーの2箇所を消しています。そして1文字目を少し左に傾けました。次はレイヤー2です。ジュライの U を出しました。そしてこちらも右に傾けます。レイヤー3は L。そしてレイヤー4は Y まで書くということにしています。最初に全体を書いてしまうというのが今回の最大のポイントです。7個目のデザインは花です。レイヤー1はサイズを縮小しました。で、レイヤーにも少し縮小してだんだん大きくするという流れです。花びら少し消しゴムで消して、その花びらが散っているところまでをレイヤー2とします。レイヤー3はそのアニメの続きですね。もうちょっと大きくなるようにして、花はより散っているという風にしています。消しゴムで消して、整えて花びらを散らしています。そしてレイヤー4は、赤い部分を全部消して、あ、これは黄色い花なんだというようにし、花びらを散らすという、ちょっとドラマティックな感じに仕上げました。2020は簡単に、済ませます。まず、レイヤー1は少し右に傾けただけ。で、レイヤー2はピンクだった部分を黄色に変更していきます。レイヤー3は傾けます。レイヤー4はレイヤー2と同じように色を変えました。ベタ面が多いので印象深いんですよね。あと2つあります。こちらは背景の黄色と青の文字をバラバラに動かします。レイヤー1の青い文字は潰して、黄色の玉は左にずらしました。レイヤー2は青をちょっとだけ潰して、黄色い玉を右に。レイヤー3は青い文字をぐーんと伸ばして、黄色は左に。レイヤー4は青い文字をぐぐーんと小さくして、黄色い文字は少し動かす。という風にしたんですね。後で完成楽しみですよ。最後の一つです。看板のようになっていますね。レイヤー1の文字。赤だったんですけども、2箇所文字色を変えていきます。まずは少し暗めの色に変更です。最初の J は明るい黄色にしました。そして上の部分も右側だけ変えています。次、レイヤー2です。まずはレイヤー2を全体的に少し動かします。それから色変換です。レイヤー2の J は今度は少し暗い色です。次に Y を明るい黄色に変えます。上の記号は左側を黄色くしていますね。これもカルマンコになってますね。レイヤー3全体を少し動かします。そして文字、さっきからいじっていないところをいじって、4つのアニメーションがうまく動くように考えて色を変換しています。最後はレイヤー4です。手順は同じですが、変えるところ変えないところをあらかじめ考えておいた方が作業が楽で無駄がありません。今回レイヤーを青、赤、黄色とし、ところどころ変えることによってアニメーションを作っています。10個のデザインができたので再生してみます。おー、これちょっと面白いですよね。一つ一つの動き。左右に振るのは一応基本なんですけども、あとは縦に伸びるものがあったり、色を変えたり、花が散ったりというように、この全体の中でバランスよく見せるということも気をつけつつやってみました。浜根先生は全然プロクリエイト、プロではありませんが、このように使っていくうちに自力でここまで作ることができました。皆さんもきっと、この動画を見て、あ、面白いな、プロクリエイトやってみたいなと思ったら、動画を見て勉強するだけでも、このぐらいまではどなたでもきっと書くことができます。浜根先生チャンネル、これからもどうぞよろしくお願いします。それでは次回の手書き動画でお目にかかりましょう。さようなら。